バラエティプロデューサー角田洋一郎です24のキーワードで丸わかり最速で身につく日本史の著者ですこの YouTube 動画では最速で身につく日本史を5分でわかる日本史として解説していきます第五項帝国の話帝国とは一体何でしょうか一言で言えばそれは他の王国を支配している国その帝国を支配するトップの皇帝は つまり王の中の王を指しています歴史上初めて皇帝を名乗ったのは秦の始皇帝です中国の皇帝は周辺の国々の王を滑る存在でした一方日本の天皇は古い時代には王君と呼ばれていましたと説ありますが40代天武天皇が初めて天皇を名乗ったと言われています天武天皇の孫にあたる42代文武天皇の時に成立した大法律令で天皇号が制度化されました現在では天皇陛下とか女王陛下とか陛下と尊称されますが 陛下とはももととどういううい意味だったでしょうか。は訓読みでは「木座橋でもともと皇帝の住む宮殿へ通じる階段を意味していますつまり階段の下から天皇に掃場するように際に使われた言葉がやがて天皇自体を指す言葉になったようです日本が帝国を自称するのは幕末日から明治期における大日本帝国が初めてと,となりますで794年に新たな都平安京が造営されますそれは宋の道教が太政大臣から法王の地位に就くなど 僧侶の政治介入ががししたたことが一因でした京都は当時山城の国と言われていました山城っていうのは山に「せ」と書きますがまさに奈良の「大和」の山の後ろ側にあるからそういう国名だったのですそこに平安京という首都がやってきてしまいました首都なのに山の後ろというのはおかしいということで50代桓武天皇が山 と漢字を変えましたなのでこの「城」というのに「城」と読むようになった訓読みができたのはまさにこの時以来ですここから鎌倉に幕府が開かれるまでの約400年間が平安時代です律令性が不安定になって人心も国政も不安定になる中で世の中がまさに平安になるようにとの思いが当初はあったのでしょうそれで平安京って名付けられました平安時代に朝廷や貴族の支配が維持されていたのは平安京から畿内の周辺だけでそれ以外の地方は無法状態だったんです 平安に込められた思いはまさに平安京の中の貴族たちだけが享受するものだったのかもしれません。絢爛豪華な平安京の貴族のイメージと無法地帯の地方これが平安時代の本当の姿です。そして9世紀になるとまさに新たな平安仏教というのが誕生します。最が比叡山寺を作っってやった天台宗、 そして空海が高野山の混合物事でやった神言宗天皇はですね奈良仏教に対抗するためにこれらの新仏教をまさに庇護したんです。最初と空海は遣唐使に加わって唐に渡って学んだ後に都市での教義や学問的な仏教ではなくて山林に入って修行して家事祈祷に重きを置く。 密教を広めましたこの天台宗と真言宗の登場以来仏教はまる宗というふうにそれぞれの宗派により教えや考え方が解説されることが多くなったんですけども実はそれまでの奈良でやってたまる宗みたいなものではなくていろんな考え方や経典を総合的に学ぶ言ってみれば文系も理系も複数の学部がある総合大学のような存在だったとも言えるでしょうね。ってことは比叡山と高野山っていうのはそれに比べて一つの教えを徹底的に学ぶ専門大学みたいな存在だったんです。 9世紀の初頭には50代の桓武天皇や52代の佐賀天皇が貴族たちを抑えて権力を握っていたのですがしかし佐賀天皇が亡くなると台頭してきたのはまさに藤原の法華その法華が力を持っていたのは土地を私有化した荘園その中で租税を免除させる冬の権を持つようになりさらに10世紀には国史の立ち入れを拒否する不入の権を持ってより私物化していくんですそんなように国史の圧迫を排除したい地方の開発領主たちは名門の貴族や寺社に土地をどんどん寄進していきます こうしして鬼神地系が激増します。つまり貴族たちは国家の中枢にいながら皇室に寄生しつつ自分たちの権力を巨大化して力をむしろ私物化したそんな感じで国家っていうのはどんどん弱体化していくことになります。藤原北家は皇室との婚姻関係をさらに深みます。866年には幼少の56代清和天皇が即位すると藤原義房は臣化として初めて摂政に任じられました。 そして57代陽性天皇のおじにあたる義房子藤原元恒は887年には初めて「関白」になりましたちなみに「関白」という称号は天皇に創上する前に全て太政大臣に預かり申させるという意味で使った言葉が関白となったと言われておりますこのように天皇の内部に取り入ることで実質的に権力を握るという摂関政治は 極めて日本的な政治システムと言えるでしょう似たような政治システムは後世にもしばしば見られるこうしてみると実は天皇はその地位だけを利用される象徴としての帝の国だったのかもしれません平成から令和の時代に変わって象徴天皇の在り方が議論されていますがその象徴としての存在でしかなかった天皇がなぜ万世一継面々と続いたのでしょうかこの観点から日本史を捉えてみるということもまた最速で身につく日本史の重大なポイントとなるでしょう